今年のエバーグリーンの、2020モデルとしての注目が今回、はい、こちらまず今井さんモデルの方で、ブラックレーブ、ブラックレーブ、はい、クーガーエリート、はいはい、で今まで、名前すら、なかったと思う、ギアウルフですね、はい、このねブラックレーブンとクーガーっていうのは全インスピラーレの時にもあった機種なんですけれども、はい、ギアウルフっていうのはもう完全に初めてのものになります。特にこれは注目の竿になってくるんじゃないですかね。うわー、なんかデザインもぐっと引き締まった感じで、はい、真っ黒な感じのデザインなんですね。追加機種なんですけれども、はい、ちょっと今回コスメっていうところに、戦闘感、こうやる気っていうのを煽るための今回赤の差し色っていうのが入っております。これ結構締まりますね、はい、やっぱりね赤ってパッドの方にも結構、まあ実はエンドの方も赤かったりします。あー、いいですねこれ、はい、ちょっとねこういうところでこう持った時にグッと引き締まる感っていう。まずは、ブラックレーブンの、エクストリームの方から説明させてもらいますと、はい、こいつは超高感度設計の、竿になっているので、どちらかというと打撃系の竿ですね、はいはい、なので、まあ、テキサスから、まあ、正直この竿ってベイトフィネスとかそういったところまで対応する打ち物として最高の作りになっています、はい、っていうのがこの、ブラックレーブンはティップまでトレカ T1100G を採用しておりますので、これ33トンのカーボンなんですよ。33トンのカーボンの反響感度っていうのはもう凄まじいものがあります、はい、なのでボトムでの使用感というところはもう圧倒的に何をしているのか、例えば、まあ、動かしすぎまで、分かってしまうようなそういう、交換の設計になっています。でブラックレーブン、前回インスピラーレでもブラックレーブンっていうのはあったんですけれども、こいつのいいところは前回のブラックレーブンはやっぱり元々のコンセプトが高感度設計になっているので、どうしても弱かったんですよ。当時の技術ではやっぱり感度、軽さっていうのを取ってしまうとすぐに、まあ折れてしまったり壊れてしまうような設計を取らざるを得なかったんですけれども、トレカ T1100G が出てくれたおかげで、まあ、33トンの高弾性の張りっていうのを生かしつつ、さらに、破断強度っていうのを、従来の中弾性並みの破断強度を持たせることができましたので、今までのブラックレーブンでどうしても弱かった部分っていうのを完全に、払拭することができました。いや、ブラックレーブンの時点で別に弱いとは誰も感じてなかったでしょうから、そこがプロのやっぱり極限のトーナメント で、ね、はい、もっと上にもっと上にってなってくると、はい、こういう感じの方どうしようね。ただやっぱりガイド設計とかも当時のブラックレーブンでは弱かった部分があったんですね、まあただ今は KB ガイドっていうね首の太いガイドが出てくれたので、はい、どうしてもこのガイド曲がるためにこのガイドっていうのを、まあ、足の短いガイドとか設定してるんですけれども、それの弱さっていうのは、まあタフレーク要は荒れたねフィールドで移動中に曲がってしまうとかっていうのもあったんですけど、そういった部分でもパーツ的にも強くもなってますし、で素材自身の強さ粘りっていうのも出てますんで、本当に従来のカリカリ感っていうのを残したまま、はい、さらにタフになったブラックレーブになってます。でこいつだけ M40X っていう最新鋭のカーボン搭載してます。これはまあ40トンのカーボンなんですけれども、今までの40トンではなし得なかった粘りっていうのを、まあ、一つ上の強さって言った方がいいですね。一つ上の強さを持ち合わせたカーボンでさらに補強してますので、カリカリながらも強い、はいはい、強いっていうのはもういろんな意味で強い、粘りも強いですし、雑に扱っても強いっていう、でも、はい、全てにおいて強くなってます、はい、カリカリでありながら強いっていうのが今回のブラックレーブンです、はい、全く真逆の存在っていうのがディアウルフでして、真逆、はい、まあ、カリカリの高弾性設計ですとどうしても巻物とかそういうキャスタビリティっていう部分ではリリースポイントが狭くなってしまうので、ディアウルフに関してはムッチリ系のムッチリ系のムッチリ系ですね、肉厚ですごいトルクのある竿になってます。まあこれは去年、2019で発売させてもらった、はい、スーパースティードですね、スーパー
ーステードの強化バージョンという形で捉えていただければいいと思うんですけれども、やっぱり魚のでかい、フィールドであったり、あとは使うルアーがどん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 ね、皆さん大きいものも使えますので、大型のルアーまで扱うときにやはりトルクがないと扱いにくいので、だいたい何グラムぐらいまでのビッグベイト重さとか対応しちゃおうかなっていう、そうですね、8分の3から3オンスですよ。下が8分の3っていうのがポイントですね、はい、から3オンスまで。そうなんですよ、3オンスとかね、正直使える竿っていくらでもあると思うんですけれども、はい、普通に考えると3オンスまで使える竿ってそれ専用の竿なんで硬いんですよ。でもこいつは8分の3からいけちゃうんですね。要はしなやかですね。むっちり、むっちり粘り、トルクがあるんで3オンスまでいけちゃいます、うん、なので本当に、どちらかというとね、内物というよりはキャスティング系の巻物系のルアーとかを頻繁にキャストする、そいつに非常に優れた竿です。結構最近関東の方でもビッグベイト投げてみたら案外釣れちゃうんだっていうのが増えてきてるんで、そういう時にでも8分の3から投げれるってことは普段使いのスピナーベイトみたいな釣りから瞬時にビッグベイトまで対応可能ってことで、おかっぱりなんかでね釣りされる方っていうのはどうしても本数制限してしまうじゃないですか。そういった場合に非常にいいです。で、リアルフ、まあ、スーパースティードもそうだったんですけど、今回の二枚三系の竿の最大のこだわりっていうのは実はスパインレスっていうところにありまして、本当にね7フィートのこのレングスを持ちながらスパインっていうのがほぼ存在しないんですよ。このね、まあご自宅の竿がねいろいろ触ってもらって分かると思うんですけど、この触り方は推奨しないですね。グリンとなる部分が非常に強い竿があるんですね。うん、ご自身でやられるときはこうされた方がいいのかなと。コロ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 、一番曲がるところ、はい、上に常に向いちゃうところでっていう、はい、ね、スパインが存在する竿っていうのは、はい、グリンともうここでそこに止まっちゃうっていうようなバリバリバリっていうところがあるんで、これはねもうコロ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 、このスパインレスっていうのが結構今井さんのブログとかでキーワードでたびたび登場するんですけども、具体的にスパインレスだとどういったところが良くなってくるのかとか教えていただけますか。まずね、やっぱり先ほど説明した通り、はい、スパインがあると要は硬い部分っていうのが存在するんですよ、はい、竿の一部分において、例えばどの側面に当たるのか、この側面が硬いのかこの側面が硬いのかっていう、はい、一部分の一箇所だけ硬い部分が存在しちゃうんですね。なのでルアー投げるときって基本的に竿を曲げてその反発を生かして投げますよ ね、 そうですね。でその繰り返しでキャストしていくんですけれども、自分の思っている硬さとしなりっていうのを感覚的に体が覚えてキャストしてるんですけど、うん、それがねさっきまでこんだけ、まあ、振りかぶったらこう曲がるなと思ってたのが急に硬いところに入っちゃうとあれってなっちゃうんですね。ミスキャストにつながる場合があると。で、なぜ今井さんはそこにこだわるかっていうと、はい、その本当に昔のようにねどこに適当に投げても釣れる時代じゃないんで、やっぱりもうワンキャストワンキルなんで、もう一撃必殺これに尽きるので、一発目から絶対的に狙ってるポイントにワンキャストで決めないとか、そういう状況でもしその振りかぶった状況でスパインに接触してしまうと弾道がずれちゃうんですよ、うん、それを嫌ってスパインレスっていうのをずっと、はい、もう何十年も前から、このスパインレスのコンセプトってのは展示されてるこの新しいの全部に入って、はい、基本的にはスーパークー、クーガーエリートと、はい、ディアウルフ、ディアウルフ、はい、はい、去年出させてもらったスーパースティード、はい、遡るとコブラ DG であったり、はい、スタリオンというところが、その次の竿からずっとやってきてます。で究極型、完全にスパインレスと言ってもいい過言ではない、はい、そこまで製法として持ってこれたのがスーパースティードであり、ギアウルフであり、クーガーエリートになっています。
最初デザインからやっぱり目に入っちゃいますけど、はい、よくよく聞いてみるとそういう最新鋭の技術が全部搭載されていよいよ登場っていうことで、はい、そうですね、はい、まあね、見た目っていう部分で正直分かりにくい部分だとは思うんですよ、スパイネス素材の中とか、はい、うん、でもね、振ればすぐに分かります。なぜかというと自分はこんなにキャストが上手かったっけっていう状況に、はい、すぐに気づいてもらえると思うので、はい、それぐらい実はスパインっていたずらしてたんですね。そこら辺の超高級機種って触ったことがないんで、はい、本当ね、チャンスがあったらね、そのスパインレスの世界ってのも経験してみたいなと思いますけど、まずはエヴァグリブースに来れば、そうですね、こういった実際の実機触って、はい、こんな感じなんだ、スタッフもね、いっぱいいてますので、はい、ぜひ実演させていただきますので、はい、ぜひエヴァグリブースの方に来ていただければじっくり説明させていただきます。すいません、ありがとうございました、はい、よろしくお願いいたします。は